やってジョセフを好きになってもらうかっていう荒木裕彦の格闘です、これ。今回も泥臭いね。泥臭いね。たくさん、本当に。決して天才ではないと。さて、はい、そんなわけで今回は、はい、前回に引き続いて、ジョジョの奇妙な冒険第2部、いや戦闘潮流を語っていきましょう、うん、もう今回はね、はい、ボリューム全然違いますよ。え、前回よりね。前回はまあ第1部だけ1回っていう感じでやりましたけど、はい、今回は全然違う。マジか。今回はね、第2部だけでね、4回です、ね。嬉しいですね。今ね、ここにね、置いてあるね、コミック裏側見るとね、ちょっと引く。ご覧なさい。そうです、皆さん。大学生の参考書か。本当だね。受験か。うん。単語帳500みたいな。そうみたいになってるよね。これだけ徐々に研究してる。受験生じゃん。付箋がなんと88枚。88枚か。88枚ありまして、こんなものを、はい、全部皆さんに付き合わせるわけにいかないんで、うん、そんなことやったらもう怒られちゃうんで、皆さんに。で、その中でも、まあ、特に気になったものだけ、ストーリー中にずっと、気になったところを、はいはい、その時々でやっていくんで、まあ、皆さん、最後までお付き合いください。お願いします。多分最後が一番面白いです。はい、後半の方が面白いと思うんで、はい、はい、やっていきましょう。うちはそういう感じです。はい、うちはそういう感じで。はい、よろしくお願いします。トキワバトル。さて、じゃあ皆さん、まず、はい、こちらの画面もご覧ください。はい、こちらの像、はいはい。これ実はヨーロッパ建築の彫刻で、アトラスという彫刻です。悲しそうな顔されてらっしゃる。そうですね。柱に彫刻がされているんです。うん、はい、おそらく、うん、柱の男の元ネタは多分、うん、こちらだと思います。荒木さんは多分、イタリア旅行とかヨーロッパ旅行に、はい、よく行ってらっしゃったみたいなんで、うん、おそらくこの像を見てると思うんですよ。でしょうね。うん、じゃあ元ネタにするぐらいだったら、これが何ぞやっていうことをちょっと語ってみましょう。うん、で、はい、このアトラスっていうのは、なぜ苦しそうなのかっていうと、うん、彼らは聖堂の重さを支えているんです、柱として。あで、その聖堂の重さっていうのは比喩があるんです、ちゃんと。はい、例えがあって、それ何の重さなのかっていうと、原罪なんです。なるほど、なるほど、なるほど。もともとはアダムが知恵の実を食べていた罪を、そう、罪を、まあ、救ってくれた、背負ってくれた。まあ、十字架にかけられてね、卓球になって背負ってくれたっていうのがあるんですけど、うん、彼らも背負ってくれています。うん、サンキュー。では、じゃあ、皆さん考えてみましょう。はい。彼らにもし子孫がいたらどうなんだろうと。おぉ。もしかしたら彼らの一族は、ずっとその罪を背負い続けていくのかもしれない。きついね。きついよね。その罪。はい。なんで俺らこんなことやらなきゃいけないんだ。はい。腹立つ、ムカつくと思った。やつが一人いました。そんな男たちがいました。その怒りに、その呪いに怒り立ち上がった男たちと、はい、その男たちによって呪いを背負わされてしまった二つの一族、その末裔たち、はい、これは両者の血脈に刻まれた呪いを解くための物語、ジョジョ第二部戦闘潮流始まりです。プロローグです。壮大な。壮大ですね、本当に。トキワバトル。ってな感じで、じゃあ今回。はいはい。何を語っていくのかというと、うん、ジョセフが示した新たなヒーロー像っていうのを語っていきましょう。特に、バーサスストレイツ戦までの話です。うん、まあ、今でこそ当たり前になったんだけど、ジョジョって、うん、ヒーロー変わる、うん、主人公変わるって当たり前になったんだけど、うん、当時からすると、なんじゃいこれって思うんだよね、多分、読者は。ちなみにこの漫画以前はそういうことあったりしたんですか、主人公交代とかってのは。最終巻で主人公死ぬとかあるだろうけど。あんまりないんじゃないかな、これは。王の一族が似たようなことはやってたんだけど、時代が変わるっていうことは。ただ、その中でも、エドガーとアランっていう、吸血鬼の二人はずっと生き続けてるわけだから、主人公は変わんないよね。エドガーだけ変わってから。そうそう。エドガーとアランだけが好きだったら、ずっと話は読めるんだけど、このジョジョの場合は、主人公が変わっちゃうんで、推しが変わっちゃうんですよ。だから、そこがかなり難しいところで、で、荒木先生は多分、そのことを、まあ、アホじゃないんで、うん、分かってたと思うんですよ。うん、だから、このストレイツ戦までやってることっていうのは、うん、とにかくジョセフを好きになってほしいんだよ、うん。で、その苦労が、このストレイツ戦まですごく見えるんで、うん、そこにフォーカス当てて話していきましょう。時は、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 時はパートということで、はい、まずは、じゃあ、まず開幕ですね。はい。はい、老人になった
スピードワゴンが見えますね。急に、はい。石油王になったね。クールな男ですよ。クールな男ですね。はい。まあ、こうやってね、何年経ちましたっていうのを見せずに、うん、まずとりあえず一人のキャラクターが老けているっていうのを見せることによって視覚的に見せてる。時間流れっていうの。時間流れっていうの。これ非常にうまいですね。うん、で、なんといっても、スピードワゴンの職業は石油王ですからね。うん、これも、ジョナさんがいた時代は、うん、産業革命以後なんです。産業革命より、うんの起きたすぐなんで、蒸気機関の時代なんですよ。だから蒸気機関が終わって石油石炭文明に変わってるっていうのが、うん、もうここだけでわかるっていうね。ああ、時代の移り変わりもそこで表現してる。そうですね。で、スピードワゴンがいやいやストレイトさん今変わらずお若いですねっつって言って、お世辞を言った後パッてめくったら何が起きるのかっていうと飛行機が映ってる。うん、列車が動いていた時代だったのに飛行機がブワーって飛んでいるっていう絵を、うん、これ見せているっていうすごいね絵だけ見て時代が変わったっていうのが分かるっていうね、すごい上手いことやってるんだよね、これ。セグレス進みは決してしないっていう。そう。で、まあその後に何年経ったっていう詳しいことだけ言うんだけど、まあそんなんもう読まなくてもいいわけだ。すげえ時間経ったなと思えるんだよ、これだけでね。で、次、まあ我らがジョセフ登場しますよ、そろそろね。で、どういう状況です、登場するのかっていうと、これですね。白人警官に、北斗の剣みたいにボコられてスモーキー。どういう国だ、怖いって。で、まあそれを波紋を使って助けるっていうのを、まあまず最初にやるわけですけど、ジョナサンのように熱血感じゃなくて、まず皮肉屋なんだっていうことを、表すために言葉遣いがあるんですね。いや、なんというかですね、おまわりさん、それは僕が代わりにあげたものなんすよ、とかっていう先輩口調を使ってる、ね。これすっごい舐めてるような感じがするんだよ。だからここだけでもうジョナサン違うなって思うんだよね。で、ただし、まあ、ジョースター家のこの精神的貴族、うん、この間言いましたけど、うん、キングスマンの精神っていうのは人種を超えて適用されますよっていうのをここで目指す。一部の時はほとんどの登場人物がイギリス人だったため、うん、人種差別って問題を実はスルーしてたんですよ。うん、なるほどね。ただ、今回はそこもやっていきますよ。国境も超えて、うん。そして、なぜスモーキーがいじめられるのか。うん、これ血の呪いですね。うん、その血の定めですね。うん、黒人というね、うん。だからここでもやっぱ血の呪いっていうのがテーマになってくるんだな、うん、この最初の冒頭で分かることになってますね。うん、で、まあ、ここまで来て分かるんですけど、実はジョセフっていうのはアンチ・ジョナサンで作られてるんですね。おお、そう、ジョナサンのこのいい子すぎる感じっていうのを排除してるんです、うん、実はかなり排除してヤンキーにしたんです。うん、これはね。早いね。すごく早い、うん。この時代のジャンプにしては本当に早いね。うん、この当時、これ7年から9年ぐらいまでやってるんだけど、うん、この時代のジャンプではないな、あんまり多分。ああ、このアンチヒーロー。ダークヒーロー的な感じがちょっとするんだけど、これもうヤンキー漫画から多分取ってきてるんだと思うんだよね。うん、で、それを象徴するのに、もう一個造形の面がある。うん、っていうのは、実はね、ジョセフの目はね、ジョナサンよりディオに近いんだよ、ね。ああ、ギラギラしてるもんな、うん。ギラギラしてる。なんていうのかな。瞳の丸がちゃんと丸になってないでしょ。うん、上で切れちゃってるでしょ。うん、ちょっと三白眼。そう、三白眼っぽいね。で、ジョナサンはちゃんと丸なんだよ。なるほどね。ちゃんと丸って描かれてんだけど、うん、ジョセフとディオは実は三白眼やってる。上で切れてるんだよ、うん。っていう部分がすごく似てるんだよ、この二人って。つまり、ジョナサンとディオを足して2で割ったらジョセフになる。うん、っていう造形をすごい作ってる。つまり、ジョセフのヒーロー像っていうのは、こういうヒーロー像。そこに痺れる憧れるなヒーロー造形をしてる。すごくね、ホラー映画のヒーローに似てる、ね。なるほど。ホラーヒーローって言えばいいのかな。うん、時計仕掛けのオレンジのアレックスなんていうのは、はい、まあ、かなりひどいことやってるよね。そうだね。うん、暴漢したりだったり。そう。暴行不正とかね。逆光の中で、アレックスたちがシルエットになって、おじいさんたちを、その杖使っていじめたりしてる。そうね。ボコボコにする。うん。あれ、すごいひどいことやってんだけど、なんでかかっこよく見えるんだよね。うん。で、ジェイソンもそうだよね。ムカつくような女をジェイソンでブワーってやったら、もう俺たち、ふわーリア充しねえつって言って。キャンプに行くなリア充はしねえつって。で、ダークナイトもそうだよね。ね、まあこれ、バットマンもそうなんだけど、作品の中では。うん、どいつもこいつも切れんの早すぎんだよ、あの映画。うん、すぐ手だよね。すぐ手出すじゃん。うん、ただ、本当の男たちは、すぐ手を出したいんだよ。出して黙らせたいんだ、本当は。うんうん、
でもそれはできないんだよ。だからこの人たちもやってくれてる。うん、でも、それをやると悪役になっちゃう、うん。なんだけど、ジョゼフの場合は都合が違う。場合が違うんだよ。うん、なぜかというと、ジョナサンの子孫だから、うん。ジョナサンの子孫がやってることだから、うん、多少、ひどすぎるんだけど、免罪符が。ひどすぎるんだけど、おう、誰と心、私はジョースタケの一族だぞって言って、ウィンドウを見せればいいんだよ。バーンバーンって言って。めちゃくちゃ悪度や。で次だけど、まあ、そうやってボコられる警官がいるぞ、ジョセフに。で、ここでザ・荒木演出っていうのがあるんだけど、これですね。の殴られた警官の鼻が、うん、鼻に指が貫通してんだよね。あれはちょっとびっくりしますね。うん。痛そうーと思うんだけど、怖いよ、うん。これやるジャンプ作家は荒木さんしかいないよ。ないね。うん。リアクションがちゃんと痛そうなんだよ。うんもう、竹志映画みたいな。うん、そうそうそう。まあ、例えば、ドラゴンボールだと、うん、殴られてぶっ飛ばされた、あっ、かっって言うだけなんだよ。ちょっとこかちだ。うん、そう。血がこの辺にあるだけだ、うん、あるだけで、別に痛そうじゃないんだよ、ね。傷口出てこないもんね、うん。出てこない。ただ、ジョジョはちゃんとね、リアクションがあるんだよね。結果がちゃんとあるんだよ。うん、だそこがね、本当に、ザ・アラケン室って感じです ね。うん、これも多分、ホラー映画から撮ってきてるんだと思うんだけど。完全映画ですよ。うん。これはすごくフレッシュで面白いと思う、漫画として。うん。これはすごい好きです、この演出。で、まあその後ね、まあエリナおばあちゃんにこんなことやったら叱られるっつって言ってスモーキーと一緒に逃げるんだけど、うん、まああのエリナに叱られるっていう、うん、あの人どんな感じになったん？そうだね。まあこれ、大河ロマン的な引っ張りっていうのもすごく贅沢に使ってる、これね、うん。うん。これいい、すごいいいやつだね。で、まあその後波紋が使えることとか、ジョセフの生い立ちっていうのをスモーキーの独白で説明していって、うん、最後、君の名前はって聞いたら、ジョースター。ジョセフ・ジョースター。来たーって名乗って、第二部ジョセフ・ジョースターつってタイトルコールが流れるっていうね。本当にもうダブルセブンみたいな、本当に。はい、うん、本当そうだね。ダブルセブンも多分このマナーですごく頑張ってやってるんだ。俳優が変わったら、ちゃんと、キャラクター性も変わってる、うん、狂気のやつがいたりとか、うんね、カジノロワイヤルからのダニエル・クレイグはすごいクールで、うんね、かっこいいって感じがすごいする、うん、だし名乗り方がジェームズ・ボンドだね、うん、カジノロワイヤルの冒頭覚えてる？だってどうだったっけ、誰だお前はっつって言ったら座ってるボンドがポンジェームズ・ボンドまさにこれじゃない、デレ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 で本当にで、次、まあ、これ第1話だから、まだね。うん、次、第2話の冒頭です。おうほう第2話の冒頭。まず、こんなナレーションがあります。一体何者なのか、うん、石仮面を作った古代人の正体は、うん、っていうところから始まります。うん、で、ものすごく分かりやすく、第2部のテーマはこれですって言ってます。うん、で、焦ってんで、どう考えたって。荒木さんが。荒木さんが。とにかく、時代と主人公が変わったっていう、うん、うんことに対して絶対みんな困惑してるんだよ。うん、どういうことっつって言って。どうしようどうしよう。どうしようどうしようっつって言って。だから、すごく早い段階で分かりやすく、第2部のテーマ、うん、そして面白さっていうのはこういうとこですよ。だから皆さん第2部も付き合ってくださいっつって言って、うん、ものすごくね、正規にプレゼン大会っていうのも出ないんで。うん、もうディオは出ないですよ。ディオは出ないですよ。でも、ディオよりも強いやつ、柱のとこっていうのが出てきますよっていうのを、すっごい分かりやすく、もう分かりやすいっていうかもう、ほとんどもう投げ出してるかのようにも見えるぐらい、暴力的なまでな方法で伝えてる。腹渡かっさばいてる。バーンってやってる。全部出します。うん、そう。すっごいこの辺はね、焦ってるなーって感じが、すごいする。これは第2部だからこそ見える。うん。うん、第3部、第4部って慣れてくると見えてこないから、これは。これ面白いですね。これ面白い。第3部くらいになると多分荒木さんも慣れてくるし、うん、読者も同時に慣れてくるから、主人公が変わることに関して。こういうもんだよね。こういうもんだよね、ジョジョってって思ってくるから。うん、これは第2部でしか見れない荒木先生の焦りですね。あ、これはちょっと面白い見どころじゃないですか。うん、これすごい面白い見どころですよ。時はアパート。で、まあその後ね、サンタナが埋まっている遺跡に行って、うん、まああの遺跡エイリアンそっくりなんだけど。マジギーガー。うん、マジギーガーだなと思うんだけど、うん、見返してみてよ。うん、すごいから。なんていう、床のテカリ方もできるんだよ。なんか変な草みたいな。そうそうそう。で、サンタナが化石になった。まあ、柱になったサンタナがいますよ、うん。で、こいつは生きている。アミノ酸があるっていうんだよね、うん。エイリアンですね。すごいエイリアンです。で、もうこういう、生きているって言ったらもう今回の敵はこいつだ。つってわかるわけだね、うん。
で、次ですね。次、ジョセフとスモーキーとエリナおばあちゃんがタクシーに乗ってレストランに行きました。うん、で、レストランに行ったら、ね、白人至上主義みたいなおっさんが、またこのおっさんの造形が、北斗の剣じゃなくて高橋洋介クリーチャーなんだよね。北斗の剣じゃないんだよ。完全にクリーチャーとして描いてて、うん。うん、だからその辺が、もう、北斗の吸血鬼だよな、あのおじい。バゲモン、バゲモンみたいな。で、そいつと、まあ、こんな黒人がいるようなレストランで俺は飯が食えねえんつって言って、ブチギレる、ジョセフ。そして、ちゃんとジョー・スター家の黄金の精神を受け継いだエリナおばあちゃん。うん、他の客に迷惑にならないようぶっ飛ばして差し上げなさいとか。いや、いいですね。あのおばあちゃんいいよね。で、後ろがピカ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 って光ってる、ね。後期でありながら、うん、そういうのは OK よ。OK よって言って。ちょっと小野陽子っぽいんだよね。あの造形がね。陽子も、陽子っぽいよね。ね、やっぱりね。陽子とお塩ズボンみたいな。時はバトル。そこで、まあ、ジョセフが戦闘を始めるんだけど、まず最初に、こんな感じですね。バーンって。まさにこのポーズやるんだけど、うん、戦闘中笑うんだよね、ジョセフって。で、ペテンで相手を困惑させるってことをやる。うん、で、これがジョナサン絶対やんないんだよ。やんないね。うん。相手をちょっとからかって、うん、自分を常に精神的優位に立たせるっていう戦い方をトータル、ファイティングスタイルを取るんですよ。これですもんね。うん。ジョセフはジョナサンとは違うんだなって見せるのと同時に、第2部はこういう戦いですっていうのを見せるんだよね。うん、こういう主人公だから、うん、どう考えても心を積む戦いになってくるわけだよね。うん。うん、これが今回の、第2部のテーマの1個でもあるよっていう。確かに2部ってそういうなんか相手にこれを言ったらこう思うだろうかみたいなことずっと考えてる。パッパッって。お前は次、何々と言う。何々何々。あで、まあその後石亀をかむるストレイツをというのが入ってきますけど、かませ犬感半端ない。ただ、今回のメインの敵はストレイツ王じゃなくて、この柱の男、はい。で、しかもその柱の男はどう考えてもストレイツより強いっていうので、インフレを加速させ、ワクワクさせるわけですね。で、次ですね。で、ストレイツ王がジョセフの方に来ると。はい。うん、で、ジョセフは、スピードワゴンぶっ殺されてますから、怒ってるわけですよ。そこで、まあ、どういうシーンから入るのかなと思ったら、ダイナーみたいなところで、スモーキーとダベってるところから始まるんだと。あ、いや、ジョセフ聞いたか女っていうのは最近、なんかブラで包教するらしいぜ、つって言って。パッとが。パッとが。こんなに騙されねえようにしねえとなー、とかっていう、すっげえくったらねえ話してんだよね、あれね。ちょっとタランティーノっぽいもんな、そうだね。うん、会話劇という。会話劇がね。で、まあそんな中、ストレイツ王が窓の外に見えると。うん、そしたらジョセフ何するか。いきなり機関銃ぶっ放す。ゴッドファーザーか。ゴッドファーザーね。なんかこのいきなり何か暴力的な行為をするっていうのは、まあ、相手がストレイツで吸血鬼だからできる、うんうん、だけど、これも実はやりたい。やりたいね。男はね。こういうことを本当はやりたいんだよ。うん、やりたいんだけど、やれないことを全部ジョジョがやってくれてるっていう。ああいうね。これ本当に新しいね、うん。めちゃくちゃいいと思う、俺、このヒーローズは。当時ゲームもあんまりないしね、その。そうだね。グランドセフトオートなんだよ。うん、簡単に言うと。グランドセフトオートの主人公がヒーローですよって言い張るんだよ、この話って。いいね。いいんだよ、本当に。で、その後、次の話に移ったら、スモーキーがちゃんとこの機関銃のことをトンプソン機関銃って言ってくれます。ちゃんと名称示すんだよね。俺はね。ちゃんと書いてる。うん、ちゃんと書いてる。だから男心分かってんだよ。あら、ヒーローって。捕まれてる。捕まれてる、あれは。俺なんかはどうでもいいだろうなことと思うんだけど。そう、大事だよ、ね。大事なんだよ。ディテールは。こだわる人にはやっぱ重要なのこれね、うん。うん。ちょっと強すぎる気がするけど。トンプソン機関銃にしては。トキアパートっていうのがあるって、まあ、戦い始めますよ。うん、戦い始めて、ディオが使った、ね、こうビーって目から出す。目からビームかと思ったら液体だった。液体だったっていうやつ。あれを、まあ、やろうとする。で、ストレイツ王は、ディオは失敗したって言うんだよね、うん。ディオは失敗した。あいつは実験しすぎた。自分の力に溺れて。うん、ストレイツ王は、容赦しない。そんなことはしない。ストレイツ王容赦せんつって言ってるわけですよ。せいつって。で、ディオが使った技を使って、ジョセフを殺そうとする、うん。で、そこで、当たったかと思った時に、なんと、盾をこう、反転させた見開きを使うの、この人。うん、だから、本当だったら、こう読まなきゃいけないっていう、うん、やつを使うんだよね。普通はこうなのに。うん、ああ、そういうこと。こう読まないと読めないっていう、やつを見開きでやるんだよ。1ページじゃなくて。うん、で、
まあこれはあのジョナサンと同じ技を食らうジョセフ、うん、まあジョナサンこれで死んでますからね、うんうん、っていうのを印象付けるためにおそらくやってんだろうけど、うん、あんまりうまくいってないんだよ、ね、すっごい読みにくいんだよ、ただただただ、うん、ええー、って言って、うん、ああ、あれらしいねみたいなつって言って、まあ、でも荒木さんもやっぱ焦ってる感じがするね、なんかそうだね、あのこのね、まあこの後話すんだけど、うん、この縦横反転させたあの演出っていうのはこの2部の中ですっごい実験してる。実験して、2部の中で完成させてるね、もはや、うん。これもこの後話していく。この4回の中で。あ、じゃ荒木さんも実験してんだ。あ、荒木さんも実験してんだ。ストレートは実験してんだけど、荒木ひろゆきは実験するんだよ。だって彼、心ディオだもん。ああ、そうか、そうか。そこに痺れる憧れルート持ってる。彼は違う。そう。彼は違う。ストレートと私は違いますよ。ストレートは実験しないけど、荒木ひろゆきはディオだからするんだよ。するよ。で、その後、まあ、また戦っていくんだけど、ジョセフもね、こんなこと言うんですよね。俺が、こんな波紋なんていう、チャチな超能力だけに頼って戦おうと思ってんのかよって言うんですよ。あんだけジョナサンが苦労して手に入れた波紋を、チャチな超能力って言っちゃうんですよ。で、俺はそれだけじゃねえ、周りのあるものも使っていくんだぜ、つって言って。トンプソン機関銃使ってるからね。そうだね。ジョナサンは絶対やらないよね。絶対やんないんだけど、うん、もうそんなジョセフ関係ないんだよ。あの、ストリートファイターだから、彼は。うん。あの、アキラで言うと、カナダと鉄夫を合わせたから、今日、超能力も使えないんだけど、ちゃんと周りにあるものも使って戦っていくっていうね。うん、なるほど、なるほど。すごいね、あの、なんていうのかな、どっちも乗れるんだよね。うん。うん。超能力なんてなくても、周りにあるものに戦っていこうがかっこいいと思ってる人、一定数いるじゃん。それって。絶対俺いると思うんだよ。俺もそうだから。で、超能力で圧倒的な力でねじ伏せてやりたいと思ってる少年もいると。で、これを合わせたところにジョセフがいるっていう、めちゃくちゃ新しい、本当に。これ。周りのものつくのはカンフー映画とかの影響もあるのかな。うん、カンフーもあるし、まあなんといってもやっぱホラーパニック映画だと思うんだよ。そういうことか。で、バーベル持ってバーンって殴るわけだ。これはね、面白いね。波紋っていうのは決まってんだけど、ちょっとね、戦闘の範囲が広がったって感じ。意識が広がってるんですよ。ただ殴る蹴るだけじゃないんだ、つって言って。周りにあるもの使って戦っていくんだぜっていうのが、この第2部だ。トータルファイトですよ、今回は。っていうのを言ってるって言って。これは面白いね、本当にね。で、あともう一個。手榴弾をストレートにつけて、バーン爆破させましたよ。で、破片が飛び散って、うん、で、それがガーって集まって復活するストレート、うん。で、それを見て、あいつあれでも死なねえのかつって言って、スモーキーがね、うん。やべえよ、ジョセフ、あいつはつって言って。どうすんだよ、一個だけ策がある。一個だけ策があるぜ、逃げるんだよつって逃げるんだよね、うん。で、これも、ホラーパニック映画の、もう王道中の王道だね。あの足を傷つけたりとかして、うん、動けなくなったゾンビとか。うんゾンビとか動けなくなりましたっつって言ったら、それを隙を乗じて逃げるっていうね。うん、もう何回見た俺たちと思うぐらいよく見るって演出だね。だから、すごい新しいってこれ言われてるんだよ。主人公が逃げるんだよなんて、新しいって言ってんだけど、荒木さんからすると、これはミクスチャーなの。ああ、映画でやってますって、うん。ヒーロー映画でやってないだけで、うん、ホラー映画でやってんだっつって言って。で、ただし、ちゃんとヒーロー性を持たせるために逃げる間に策を考えるっていうキャラクターも追加してるっていう、ね。すっごい面白い。うまいね。本当にうまいなと思う、うん。次です。で、場所変わって橋の上ですと。うん、橋の上から女の人を人質に取る、うん。人質に取って、お前こいつを助けたいんだったら、ちゃんと、こっちに来いっつって言うわけだ、うん。これ何言ってるのかっていうと、ずーっとアンチ・ジョナサンで来てたの、ジョセフって、うん。で、アンチ・ジョナサンで来てたジョセフに、お前には、ジョースターケス黄金の精神の根っこにあるのかっていうのを、読者が解いてるんだよ。もうこれ完全に。読者に対して見せるためにやってるんだよ、あれって。荒木裕彦、用意した舞台なんだよ、あれが。ああ、そういうことか。で、ジョセフが取った行動っていうのが、服を破って怒りを表現する。うわーっつって。すごいムキムキだ。これ違うよ、ジョセフさん。どうやったら服を破るこれ意味がわかんないんだけど、うん、でもね、本当にね、これ、なんだよね、パーンパーンっつって言って、うん、で、まあ、北斗の拳演出をやるわけですけど、うん、ここで荒木さんの作家性が見える実は。お基本的に北斗の拳でも同じことやるんだけど、服が破れるのは一コマなんですよ。一コマで一気にうわーっつって脱げるわけだ、破けるわけだ、うん、で、まあそれはなんでやってるのかというと、画力見せたいの基本的には、うん、あすごく迫力のある一枚をバーンって見せたいって思ってる。やってんだけどみんな。まあ、原哲夫先生多分そうだね。
そうだね。これはすごいもん。うん、なんだけど、荒木先生はそうじゃないんだよ。荒木先生がやりたいのは、この人実はこの時もそうなんだけど、コマを割ってんだよ。うん、怒りが、ボルテージがブワーって上がっていって、その末に服がうわーって破ったっていう、うん、そのボルテージの上がっていく過程も見せてるんだよね。完全にコマを割って。で、同じ表現を使ってるんだけど、うん、ここまで違う。荒木先生と原哲夫先生っていうのは、描きたいものが違うんだよ。っていうのが荒木裕彦の個性だと僕は思いますね。で、あともう一個。まあ、これで、まあ、ストレートを倒しましたってなったんだけど、このジョセフの片目を手で追う癖っていうのがね、なんか出てくるんだよね。これ考えるときによくやってんだけど、うん、こうやって。やってんね、確かに、うん。これすごい印象に残ってる人多いと思う。うん、で、これもね、荒木先生が、まあ、ストレート戦まで何がやりたいかっていうと、ジョセフを好きになってもらいたいんで、覚えてもらいたいんで。うん、で、これは、荒木先生がもしかしたら、ちょっと、なんていうか、もう一個出さなきゃと思って出してるのかもしれないんだけど、うん、シルエットだけじゃなくて、ポーズまでつけて、そのキャラクターを印象付けようとしてる。勝負は完全に。はい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 。うん、シルエットで分かるやついっぱいいるじゃん。うん、ワンピースのルフィとか、悟空とかもそうなんだけど、そうね、うん、ポーズまでつけて印象付けさせようって思ってんのは、荒、うん、木先生が初めてぐらいじゃないかなと思うんだよな。時はバトルっていうのがストレート戦までの見どころです、はい、どうやってジョセフを好きになってもらうかっていう荒木裕彦の格闘です。これ今回も泥臭いね。荒木さん本当に決して天才ではないと。まだ行きますかっていう感じなの。疲労今回も終わりですけど、はい、次はこのテーマです。はい、サンタナ戦からワムー第1戦までやりますね。いいですね、パワーアップしてバトル表現っていうのを今回語っていきましょうということで、この動画を見て次回もちょっと気になるなと思った方はグッドボタン、優勝録よろしくお願いします。